皆様こんにちは。しのぶ皮膚科院長で皮膚科医の曽原しのぶです。しのぶ先生と呼ばれています。今回はですね、初めての眉間ボトックスという、初めてシリーズということなんですけれども、初めて眉間ボトックス、眉間ボツリヌス特進注射をしようとしているあなた、どうしよう、初めて美容医療に取り組むけれども大丈夫かしらと思われていると思いますので、その方がこの動画を見ていただければ安心していただけるかなと、あとこういったリスクがあるんだなということを知っていただければ安心かなと思います。で、眉間のボトックスっていうと、特に眉間っていうと最も手軽で簡単そうな気がすると思います。で、私はヒアロン酸注射を専門としていますが、結構ですね、顔全体はいいからとりあえず眉間だけとかおっしゃる方って結構いらっしゃるんですね。で、眉間ボトックスというのはこう、目を寄せたと、私もそれ止めてないんで、よるとこのシワですね、目を細めた時に出てくるシワを止めるのを眉間ボツリヌス特進注射、眉間ボトックスといいと思います。それで、いわゆるですね、目を細めたりだとか、怒ったりするときに、眉毛と眉毛の間にシワが寄りますね。シワはいろんなシワがあると思いまして、シワの形によって、まあ、マニアックにしますとね、いろんな打ち方があるんですが、今日は初めてシリーズなのでですね、初めて私どんなシワ、こんな感じ、ちょっとこれは私のシワを参考に書いていましたけれども、おそらくこんな感じで、この赤いのが私のシワかなと思います。で、このシワを止めるということなんですけれども、ボツリヌス特進注射というのは何かというと、筋肉の動きを止めることができるので、筋肉の動きを止めて眉間のシワを止めるということなんですね。ということは、まあ、私今、この表情のない感じですと眉間にシワがないんですが、こうやってシワを寄せると、つまり目を細めたりとかちょっと怒ったりすると、おそらくシワが寄ると思います。このように動いた時の筋肉の動きを止めていきますから、そもそも動いてないのにシワが、例えばこの無表情のままでもシワが切り刻まれている場合は、それは変わらないんですよ。眉間の筋肉の動きを止めるので、怒ったり目を細めるとできてくるシワが止まるんです。ただ今眉間をこう動かしてなくてもシワがある。で、眉間を動かす、眉を動かすともっとシワが寄るというように、どちらもシワがある場合は、いわゆる切り刻まれて眉間にシワができているので、眉間のシワが、動かす、眉を動かすことによって濃くなっているんでしたら有効であります。で、まあ普通にですね、この眉間のシワはどのようなことで起きてくるかというと、筋肉の動きで眉間のシワに関与するものを止めていくことになるんですが、いわゆる筋肉には内側に寄せるような筋肉だとか、下に引っ張るような筋肉だとかがあるんですね。こんなような感じで筋肉ですので、この筋肉をこの眉間にシワができる方向に使う筋肉の動きを止めてしまえばいいんですね。で、この筋肉にボツリヌス特進注射を大体多分6箇所ぐらい、全体で打つことによってシワが止まります。で、この時に初めてだからね、まあ、止まるのはいいけれども副作用どうなるんだろうとか思われると思いますけれども、まず筋肉のご病気があるような方はもちろんすることができませんので、ご注意ください。あと妊娠されている方ですね。で、よく起きる眉間のシワのボツリヌス特進注射をした時のトラブルですけれども、ボトックスというのはアラガン社というところの商品名ですので、いわゆるアラガン社のものを使ったはボトックス、他の会社の時はそれぞれボツラックスとかいろいろあるんだと思います。で、まあ、ボツリヌス特進というのが全体的な名前でボツリヌス特進と言っていますけれども、それでまず一番に起きてくるときにですね、最初におそらくですね、病院によっては、1週間後とか1週間後に、もう一回見せてくださいと言われることがあると思います。で、その時は何かというと、まず副
作用が出てないかの確認というのが一点と、もう一つは一番大きい理由は効いているかということだと思います。ですので一回打って効きが悪い、つまりこう眉間にシワが打ったのによるということをしているときは、あ、ちょっと量だとか打っている場所が違うときもあるので足すということですね。まあ丁寧な病院だと思いますね。あのボツリヌス特進注射というものは、もともとのボツリヌス特進自体が製剤が高いものですから、大体こう眉間ですと20単位という、大体こうボツリヌス特進のこういうアンプルってここの容器に50とか100とか入ってるんですけども、その50だったら半分弱、100だったら4分の1弱ぐらいなんですけれども、あの効きが悪い時のためにちゃんと見るってことがほとんどの理由だと思います。で次ですけれども、ボツリヌス特進注射を打った時にいわゆるスポークフローという現象が起きることがまあまああるんですね。それはどういうことかというと、この真ん中が止まるってことをしますね。ここが止まるね、こう寄らないためにここが止まる。そうするとですね、こっちの眉の外だけ動きますよね。そうすると眉の外だけ動くと、ここだけがこういうふうにキツネちゃんみたいに持ち上がることがあります。なぜかというとここが動かないので、ここだけで一生懸命動かす、こういうのスポークフローって言いますけれども、動くということがあるんですね今ちょっと人が入ってきました。でそれでこうやって動くことがあるの、それをその時にですね、あ、初めてボツリヌス特進注射を打ったけれども眉毛がこうやって上がっちゃった、大変だっていう時は、あのいわゆる歌舞伎さんみたいに片方が鳴ることもあると思いますけれども、その時はですね、あの簡単に治りますのであまり心配しないでください。こういうふうに上がった時はですね、ここの上に、このちょっと上に打てばですね、下がってくれて綺麗に治ります。で当院なんかの場合はもともとスポークフローが落ちない起きないようにこの上にも打つことをしていますね。でこの上に打つと、まあこの額のシワも良くなるということです。ただ打つ場所が悪いと下がっちゃったりするんですが、これはまあ結構簡単な技術なので心配ありません。で一番の実は心配はですね、いわゆる眼瞼下垂のような症状が起きてくるんですけれども、いわゆる目の上ですね、目の上のところにいわゆる眼瞼曲、この筋肉を、目を上に持ち上げる筋肉が、この黒目さんの上にこの紫のところに筋肉があります。ここにですね、ここの筋肉に打ちたいがために、ここに打って、これがちょっと浸潤してしまうと、ここの筋肉にボツリヌス特進が作用してしまうと目の開きが悪くなってしまうってことがありますね。で目の開きが悪くなるのは他にも、例えば下に言うとこうって開きが悪くなるってこともあるんですけども、ボツリヌス特進注射は私合わないんです、目が小さくなっちゃうんですっていうお話をよく聞きますけど、それは打ち方の問題なんですね。で、あのここのいわゆる眼瞼下垂ってことは私自身も経験があります。ですから私が打って、あの眉間のボツリヌス特進注射を打ったのに、志保先生が打ったら目が下がっちゃったっていう嫌な経験をしたことあります。で、まあ結局皆さんがあのこういうの怖いとか言ったりするのは、やっぱり医者もですね、あの失敗の経験っていっぱいありまして、その時の辛さがあの、まあ、自分を成長させてくれますが、あのボツリヌス特進注射はそのように下がってしまった場合は半年間治らないので、半年間ごめんねということになってきて、これはもう本当に辛いことですね。でですからその2回打つみたいなことをした時に非常に丁寧で、やっぱりこうなんだろうな、あの1回でねバチッと決めてって、今超行きたいですし 100% と行きたいけども、時々そういうことが起きてしまって、こう下がった場合はですね、あのまあ、あの少し軽減させるような注射があるとはいえあまり軽減しないので半年間待ちます。だから半年間はちょっと目が小さくなっていることがありますけども、それはほぼない、ほぼないけれども交通事故的な確率でないとは言えないと思いまして、ただあのまあ、ほぼないかといって、私が一生もう絶対起こさないかっていうとちょっとそれは分からないですけれども、あとあの眉間のシワというのはあってね、あまり素敵なシワではない、怖く見えたりだとかしますし、あの取ってとてもおすすめのシワなので、初めてのボツリヌス特進注射に眉間のシワ非常におすすめです。お分かりいただきましたでしょうか。あの最初最後に言ったあの眼瞼下垂の副作用はほぼないですから、あのあまり心配いりませんけれども、一応全体的にご説明いたしました。ありがとうございました。